マリアです。ピンクラテティーウィ始まるよ、イエーイ。今回は私の机紹介です。でも勉強が全然できるような机じゃないけど紹介していきます。まずこんな感じです。リロリロー、クマがいっぱい、かわいいね。ダッフィーちゃんが置いてあります。机のここの上に私のお気に入りのユニベアっていうディズニーのクマちゃんが置いてあります。ここら辺はもう違うクマちゃんたちだけど全部可愛いから置いてます。私の大好きなアイスクリームがこうやってブワーって、どれもね可愛いし美味しそう。私の机はここがマグネットになってて、いろいろひっつくんですよ。私が住んでたラスベガスの思い出の詰まったこのマグネットとかを貼ってます。学校とかで配られたプリントとかをここに貼ってます。あとこのちっちゃい黒板、このチョークでやることとか書いてます。忘れないようにね、ここに書いたら忘れないか。そしてここにゴミ箱これを開けると、ん、綿棒が入ってます。すぐ取れるようにここに置いてます。で、ここに私の大好きなドラえもんのね、カレンダーがあります。いつでも見れるように横に貼ってます。クローゼットの上にもいっぱいクマちゃんたちがいます。私のお気に入りのクマちゃんいっぱい。ここは比較的にちょっとピンクっぽくなってるんですけど、メイクとかがいろいろ入ってます。まずここの上に置いてあるのが、こっちがひめかにもらったやつで、こっちがピティさんにもらったアイシャドウパレット、これはね大事に使ってます。で、床にあるのがめっちゃサラサラになる櫛です。これはねほんとサラサラになるから。ここはリップで、このね変な丸いやつは一粒で髪の毛がすっごいサラサラになるやつです。で、ここは可愛いリップとか、このドラえもんのリップはめっちゃお気に入りです。隣はカップケーキチーク、ピンク系のものが置いてあります。これが気になると思うけど、みんな何だと思います？これはね、なんとね、ミッキーの手でね、こういうスマホとかをこうやって挟めて、こんな感じで角度も変えれるし、挟めるいいやつです勉強しながらここに挟んで音楽を聴いたり勉強の動画見たりできるので、これは便利です。いろんなものを挟めるよ。これはアリアって自分でつけました。コットンです。これは鏡です。黒。この鏡の後ろとかには洗顔とか化粧水とか日焼け止めとかいっぱい入ってます。じゃあ次引き出しいきます。引き出しね、ここめっちゃ汚いんですけどこんな感じです。ぐちゃぐちゃでしょ。これはお気に入りのシールとか置いてます。ちょっとぐちゃぐちゃだね私の机は基本的にクマが多いけど、横にはね、なんとドラちゃんがいるよ。僕ドラえもんこれはねパペットになってる、かわいいでしょ。あとタケコプターのカチューシャ タケコプター私のね好きなものがいっぱい詰まった机だよ、おほほ。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。